12月23日もう本当にクリスマスシーズン真っ只中で、えー、明日はイブあさってはクリスマスということでこの季節は特に、まあ、キリスト教徒の皆さんにとっては厳かな、えー、祝々と祈りを捧げるというそういう月でもありますしまた多くの外国人の方特にアメリカ人が多い沖縄ではクリスマスの雰囲気もこの時期になるとねもうみんなで楽しんじゃえっていう勢いで、えー、クリスマスを、えー ししていいらっしゃると思います最近ではどうなんでしょう、あのー、家々のイルミネーションが一時期とても話題になった、えー、頃がありましたが今はこう窓辺を少し飾るぐらいなのかなそれとも相変わらずサンタクロースのイルミネーションを壁に這わせたり、えー、電飾仕掛けのトナカイが庭で佇たずんでいたりというそういうクリスマスの電飾のシーンもあるんでしょうか玉木家ですか 玉城家はただツリーを飾ってほんのりとしたクリスマスシーズンでございます玉城デニーのスピリッツオブレディオこの放送は横津中学校近くチキンの丸焼きポストジュニアの協力でお送りいたしますさて今日はそんなこんなで、えー、生放送でお送りいたします今年最後の放送です来週はですねもうあのー 12月28日から年明けの1月3日までは FM コザのスタッフの皆さんもお休みということで来週の12月30日それからおそらく1月6日もこの2つとも玉城デニーのスピリッツオブ・レイディオは録音になるんじゃないかなと思いましてですねですから生放送、今日はやはりスーパースターがお送りするクリスマスソングを皆さんと一緒に楽しみたいと思います。そんなこんななこで 今週はですねクリスマスについてのあれこれもちょっと喋ってみようかなと思ってネットから拾ってまいりましたキリスト教徒の国では一般にイエス・キリストの誕生高誕祭、えー、キリストの誕生日は不明なんですが、えー、キリストがこの世にお生まれ遊ばされたということをお祝いする日なんですねよくあのクリスマスの「X マス」と書きますけどもね「X は」は、えー、クライストマス 救世主キリストの頭文字を表しマスというのは礼拝を意味するそうです。ですからクリスマスとはキリストと礼拝が結びついたものというふうに言われているんですね。もともと冬の時期の冬至という 時期に行われていた農耕神,神への収穫祭がイエス・キリストの誕生祭と結びついたものではないかということなど諸説ありますが当時のローマ帝国では太陽を神と崇める太陽神仰を行っていましたが秋から冬にかけて日照時間が短くなると死が近づくと恐れられていたんですね。 ところが、当時を境に日が長くなることから、それを太陽の復活としてお祝いしていたようです。やがてその当時の祭りがイエス・キリストの誕生日としてお祝いされることになるんですが、それはイエス・キリストが世の光と呼ばれていたためだとも言われています。まあ、ちなみに、今年の日本の当時はいつだったか。日本の当時は昨日です。22日でした。ところ変われば風習が変わります。沖縄では寒い時期に備えてトゥンジージューシー。 当時の雑炊をいただく習慣があります皆さん、昨日、トゥンジージュー,ー食べましたかブルース・スプリングスティングイーストリートバンドメリークリスマス、ベイベー ブルース・スプリングスティングイーストリートバンドメリークリスマス・ベイビーをお送りいたしましたい。いい感じですね。さて、えー、クリスマスの話をもうちょっと続けたいと思います。明日はクリスマスイブですけども、クリスマスとクリスマスイブの違いは何なんでしょうかということをネットで見てみましたら、えー、一般的にもクリスマスイブはクリスマスイブ、EVE、e、と書くため、イブニング。 というふうに前夜と捉えていらっしゃる方もいるんですが実はこれは少し間違いだそうですイエス・キリストがいた時代はユダヤ歴という暦が使われておりそれによると一日の始まりは太陽が沈む夕方だったんだそうですねへえそうなんですかつまりクリスマスイブは前夜という意味ではなくクリスマスが始まりますという意味なんですああクリスマスが始まるなるほどねさてクリスマスツリー 約400年前のドイツでは新年などのお祝いの時に木の枝を家の窓や天井に飾る習慣があったんですがそれがなぜか新年の前のクリスマスシーズンにも飾られるようになりそれが当時の国王から世界中に知られるようになったと言われていますまたクリスマスの起源とも言われている当時の祭りあさっきの太陽の祭りですね太陽とともに冬になっても葉を落とすことのない常緑樹常に緑をたてえた。 常樹も永遠の命のシンボルとして飾られていたことからクリスマスには常緑樹つまり一般的なモもみの木を飾るようになったと言われているそうです。もみの木ね、もみの木とかね、柊とかありますよね。日本で行われたクリスマスの起源は意外と古く、1552年に宣教師フランシスコ・ザビエルが信者を集めてキリスト教のミサを行ったのが最初と言われています。当時日本ではクリスマスマをナタラ と呼ばれていたそうです1560年頃京都にキリスト教徒が集まり盛大に高談祭を開催1617年頃幕府がキリスト教禁止令を発令これ以降開国までクリスマスは歴史から姿を消してしまいます明治時代キリシタン奉還令によりクリスマスが解禁明治8年勝海舟の家族が知人のアメリカ人家族とクリスマスを祝うという 記述もあるそうですクリスマスが一般大衆に広く知られるようになったのは明治37年銀座明治屋がが進出したことがきっかけですそれは当時非常に珍しかったクリスマスツリーを店頭にディスプレイしたことが大きな話題を呼びクリスマス商戦の先駆けとなりましたそして大正時代有名なホテルでクリスマス晩餐会が開かれたりサンタクロースが日本映画に登場するなど少しずつ 日本国民に浸透していきますが第二次世界大戦でその影を潜めます戦後混乱を極めた日本ですが東京の有名デパートを中心に少しずつクリスマス商戦が活気を取り戻し朝鮮戦争勃発の頃1950年ですね戦争による特需で日本の景気が回復しキャバレーで過ごすクリスマスが流行したそうです。 昭和25年頃、一般家庭にクリスマスをする習慣が完全に定着いたします。その後いろいろな影響を受けながらも年末のイベントとして私たちの生活に溶け込んでいったということでございます。今やククリリススススママ商戦のみみなならず、クリスマスにみんなで、えー、パーーティーをする、 それからプレゼントを買ってプレゼント交換をする、まあ、いろんな楽しみ方がありますねちなみに今日の玉切ニに少しクリスマスっぽく赤い、えー、三角のちっちゃい帽子をかぶっていますでもゴム,にゴムを耳にかけてるんですがこれ子供用なのでさっきから耳に食い込むゴムが痛いです痛いクリスマスそういうクリスマスが <laughs> あってもいいんでしょうか シンディーローパーはちょっと沖縄っぽいクリスマスソングです Early Christmas Morning 玉木デニーのスピリッツオブレイディオこの番組はチキンの丸焼きポストジュニアの提供でお送りしていますチキンの丸焼きどうぞ皆さんあのクリスマスにチキンを召し上がる皆さんはですねポストジュニア出かけてください与活中学校の赤峰家具のすぐ、えー、間向かいになっていますでも行っても果たしてチキンが残ってるかどうかっていうのはあのー、行ってみなければわからないっていう感じですけれどもね、あのー、いわゆる、えー、なんていうんですかあのー ハーブの効いたハーブっていうかあのー、えー、あれほら出てこないシュガーじゃなくて、えー、あれですよあれ、えー、胡椒じゃなくて生姜じゃなくてにんにくにんにくの効いた、えー、チキンおいしいチキンですよにんにくが出てこないっていうのはもう老化が始まってますね玉城でにねしょうがないと思います。えー、チキンを食べるそういえばチキンを食べるというえっ、ー、とね記事もありましたよ クリスマスにチキンを食べるのはなぜでしょう、えー。今の日本ではクリスマスの鶏料理の中でもフライドチキンを食べるという習慣がかなり根付いています。でも欧米や他の国ではチキンという言葉はありません。この習慣にはカーネルおじさんで有名なあの会社が深く関係しているようです。クリスマスには七面鳥というイメージが強かった高度経済成長時代、七面鳥は手に入りにくい,い手に入りがたいは、えー、食材でした。 仮に入手できても高価でその上七面鳥を焼くのは、えー、大きなオーブンが、えー、家庭に必要でそれが普及してなかったんですねそこでいわゆる通常のチキンをローストするということで七面鳥の代わりにしていました、えー、日本でクリスマスにチキンを食べる風習は習慣はケンタッキーフライドチキンが日本に1号店を出店した1970年11月21日以降に始まるとケンタッキーフライドチキンの公式ページには書かれていますということですが本当かいなこれ。 読ああ読んんででみみよう読んでみたいきっかけは日本に住む外国人のお客さんに日本ではターキーが手に入らないので、えー、ケンタッキーフライドチキンのチキンでクリスマスを祝おうと思うとオーダーされたことだったとかそこからフライドチキンをクリスマスキャンペーンに結びつけたケンタッキーフライドチキンの宣伝戦略によってクリスマスにはケンタッキーフライドチキンという風習が全国に広まっていったのです。つまりクリスマスマにフライドチキンを食べる 週は日本初クリスマスにはケンタッキーフライドチキンというコンセプトは今やケンタッキーの商品を飛び越えてクリスマスは鶏肉を食べる日と変化し定着していますクリスマスになると、えー、デパ地下やコンビニでもチキン祭りになっていますちなみにアメリカのクリスマスは米国のケンタッキーフライドチキンにとっては非常に暇な時期だそうです <laughs>、えー、でもアメリカではクリスマスに七面鳥を食べる人はあまりいないそうなんですね実際のところアメリカでは クリスマススマに食べられていいいるのは、焼いたハムやローートビーフという声を聞きます。一方、イギリスの定番メニューといえば七面鳥のの焼き。イギリスのクリスマスに七面鳥を食べる習慣は実はアメリカの感謝祭やクリスマスでの習慣がイギリスに逆に輸入された結果と言われていますがでもやっぱりイギリスでもクリスマスにはローストビーフを食べる映画が多いと言ってましたよということですがねアメリカで七面鳥を食べるのはちなみに11月の感謝祭感謝祭を七面鳥の日 turkey day とも呼びますこれは日本のお正月料理のように絶対で必ず七面鳥料理ーキーを食べます11月末の感謝祭に七面鳥を食べて一月後のクリスマスには七面鳥というのは少なくなってきているんでしょうねもともと七面鳥はイギリスからアメリカへの最初の移住者の初めての収穫を感謝する記念日である感謝祭のごちそう 七面鳥は感謝の気持ち、を表ししたたももののででであるんでしょううねということでいただいていいこだてます感謝の気持ちそうです。クリスマスはやっぱり感謝の気持ちです。今がクリスマスのシーズンなんだよ。みんなで食べるものを手に入れて、みんなで分け与えて、それをみんなで呼びかけようじゃないかというふうに訴えたのが1 9 8 4年、ボブ・ゲルドフの呼びかけでイギリスのスーパースターたちがちま集まってアフリカの 木が救済のためのプロジェクトバンドエイドが結成されました大きな話題を呼びチャリティーソング「Do They Know It's Christmas」が大ヒットいたしますでは紹介いたしましょう「Do They Know It's Christmas」 今はクリスマスタイムクリスマスに暗い顔は無用だから楽しいことだけ考えて悩み事は忘れる今君が住んでいる豊かなこの世界ではにっこりと笑って互いに抱き合えるだけどそうじゃない人もいるそれを忘れないでほしいその窓のはるか向こうには不安と恐怖に満ちた世界があるそこで流れる水は頬を伝う苦しみの涙だけ耳に届くクリスマスの鐘の音は死へと向かう破滅の鐘の音だだから今自分がそこにいないことに感謝してくれ アメリカに雪は降らない。その人たちがこのクリスマスにもらう一番の贈り物、それは死なずに生きられること。アメリカ人に神の恵みを、灼熱の太陽の下、彼らは知っているだろうか。今がクリスマスだってこと。食べ物を送って世の中から、世の中を上から救おう。世の中を上から救おう。玉城デニースピリッツオブ・ a ディオ とということでお送りしてまいりました玉置殿ーのスピリッツ・オブ・レイディをクリスマススペシャルバージョンスーパースターの歌をクリスマスソングでお送りいたしましたすいません、今日はツイキャスを紹介するのに、ね、時間がなくて忘れちゃいましたけどルドルフ2006さん、えー、チャン・オカさん 15, 歳目15番目の男さん淳君、それから命さん、やっさん、えー、ケイジさん 炭酸水さんありがとうございますゆきゆきさんどうもありがとうございましたガーリックですねケイジ炭酸水さんありがとうございます、えー、ケイジさんは我が家はコッコロココのチキンが定番ですということで定番ですということでいただいていますありがとうございましたまあ、玉城県はねあのチキンを最近食べないんですけども皆さんチキンといえば稲荷寿司とチキンこれがぴったりですこの場の奥に入り口近くにですね稲荷寿司屋というお店があります、えー、沖縄郵便局の前の通りですがそこで食べる稲荷とチキン これはもうクリスマスには欠かせない定番になりそうだということで玉置デニーも一押しいたしますがどうぞ買いに行ける方はぜひ。 マルイチ食品もしくは稲荷寿司屋の、えー、チキンと、えー、稲荷寿司をお楽しみいただければと思いますさて冒頭でも言いましたが12月28日から1月3日まで FM ことはお休みですから来週12月30日と1月6日はこのスピリッツ・オブ・レイディオも録音でお届けすることになりそうですですからもう、えー、生のの声ででお会いできるのは、えー 今夜が最後ということになりますね皆さんもどうぞ素敵なクリスマスタイム年末年始をお過ごしください、えー、年が明けて賑やかな顔でぜひその声で会いたいと思いますお相手は玉木デニーでした良い週末をお過ごしください します。ユーストリームをご覧の皆さんありがとうございました今週はクリスマスソングをお送りしながらクリスマスの話題をいろいろとお送りしましたどうぞ皆さんにとっても良い年末年始でありますよう来週は録音番組ですのでまた1年を振り返りながら番組をお送りしたいと思いますお付き合いありがとうございましたそれではどうぞ良いクリスマス良いお年をお迎えください失礼いたします